どうもありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。あ、すごいたくさんおいただきまして、ね、平日のかかるすいません、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、VTR でこのキャーっていうね歓声もありましたけど、我々が出てきた時は何の歓声もないですね。それはもう、まあ、出てくるんだろうということで、一番バレてますから、ね、にしてもあんな真顔かっていうぐらいのね、真顔でしたけども、すみません本当にありがとうございますね。ありがとうございます、まあ、あのいきなり年なんですけども、なんで言ったんだ、いきなり年なんですけどもいきなり年なんですけどもいきなりなんですけどね、はいはいはい、僕も一人暮らしが長いのでね、そうですね、もうどん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 ペットが欲しいなという気持ちが強くなるんです、うん、まあやっぱこう寂しいからね、一人暮らし長いとね。そうなんですよ。ちなみに何買いたいのお金やろ。ごめん、いやお前マジちゃんとしろや。ごめん。いくら？3万。お前さ、軽く3万って言うけどさ、俺がお前に3万貸すためにバイト4日入らなあかんねん。何なんこれ、俺何のために働いてんの分かってんのかなあ。こんなんマジで骨折り損のくたびれ儲けやんけはぁ、あ、違う、何もらってんの、ああ、違う、どういうつもり、違う、ほんまに、いやもうええわ、ちょっと、だってそんなん実際には言わんやん。大丈夫ですか。はい、あの、止まらないんですか。え、あの、え、大丈夫ですか。ずっと止まらないんですか。ああ、大丈夫です。え、大丈夫ですか。はい、あ、大丈夫です。誰か呼びましょうか。ああ、いやいや、で、え、大丈夫です、はい、大丈夫ですか。はいはい、バイク、川崎バイクで、BKB です。これが B で、これが K で、これが B、 私はすごい速いね、ね、体幹だけでも覚えて帰ってくださいということ。非常に体幹がいい、こっちがブレない、ね、このブレなさのこの、はい、ね、自分がやってると想像してください。とてもじゃないけどこの動きはね、できないね、心のブンブン俺聞こえてるんで、じゃあ皆さんで最高のエンジンを気がするかな。バイクだけでちょっとガス欠してるんじゃないかな、みんな。あなた、あの、うん、芸能人のお友達とかできた？芸能人のお友達、いやまあそんなにできてないかな。じゃあだったらお前練習しとけ、お前なんか連絡先交換してみろ。俺練習？芸能人やるから。 あなたは芸能人、あ、連絡先聞けるんだな。連絡先、OK、分かりました。あ、屋敷さん、あ、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんか本当に助かりました。本当ですか、ありがとうございます。いや本当に本番どうなるかと思った時も、いや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 、もうバシッと突っ込んでもらって、ありがとうございます。いやいや、もう楽しかったです。笑いました、本当に。あれだったらその、あ、連絡、あ、ちょっとごめんなさい、ちょっと電話が、あ、すみません。もしもし、稲垣吾郎です。稲垣吾郎、はい。同級生とご飯行ってきたんですけどね。あ、いいなんかね、もう行っていいからね、多分ね。で、そいつがまたね、あの、ダジャレばっかり言うやつでね。あ、もうそういう年齢になってきたらダジャレ言うのね。で、俺も分かったんや、ダジャレってなんで盛り上がれへんのか、まあ、しらけますよね、ダジャレ言われたらね、これね、これ原因あるんですよ、これダジャレってね、これ全部ネガティブなんですよ。そうかな、あんまそういうイメージ持ったことないですけど、ね、考えたことない、考えたことないね。布団が吹っ飛んだ、あ、確かに吹っ飛んでもうてるんですよ。吹っ飛んでもうてる。だからね、これね、ポジティブに変えた方が盛り上がると思うんですよ。あ、じゃあ布団が吹っ飛んだ、どうポジティブに変えたらね、うん、布団のことを、うん、布団を思い出す。気持ち悪いな、なんかお前イカゲームしたい。イカゲーム、イカゲーム、イカゲーム流行ってますので、ちょっとこれに乗って、ゲームコーナーを行いたいと思います、はい、そして優勝したチームには、うん、賞金を差し上げますので待っていただきたいと思います。まず最初のゲームこちら、ダルさん転んだチャレンジ。これね、イカゲームや、イカゲーム、だるまさんが転んだチャレンジ、よーい、スタート。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、アウトだ。ナイス、イラちゃん、ダブルダブル、ダバイと森田脱落。マジで死んだんじゃないですか、マジで死んだんじゃないですか。なんか、なんか後ろおったら、なんか前のやつの屍が倒れてきた。続いてのゲームはこちら、ダンボールマンチャレンジ。あれあんの？本来はガラス張りやもんね、うん、はい、本来はガラスの板が2枚ありまして、1つは乗っても割れないガラス、そしてもう1つは
割れるガラスで、ものすごい高さのところにあって、それを2分の1を渡っていって、あー、はいはいはい、割れたら下に落ちて死ぬと。あ、おもろっ。だから一番不利やねん。 あれ下げてくれんねや。後の人の情報が、後の人情報あるから。え、そういうこと。そうそうそう、はい、いやそれ本編でも思った、後の方がええやん。そうだから順番大事やった。そう、すいません、それまであの喫茶店かどっかで喋ってもらいます。落ちない、大丈夫や。落ちないと思って、落ちないと思って、いきます。イエーイ。そりゃそうか。おー、忘れるっていうのがあった。ええんちゃうか、ええんちゃうか。正面。うわ、なんかはずいな。違った、恥ずかしい。いやでも綺麗かったな。違う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 。なんでなんで、痛い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 違う違う、痛くないやろ。痛い痛い痛い、ちゃんとしてるやん。そんなわけないやろ。マットがあるやろ。いけ、持ってないな。持ってないな。ちっちゃいけど。そんな思んないハプニング。そんな思んないハプニング。本当に平日にもかかわらずたくさんお集まりいただきましてありがとうございました。またいろんなイベントやりたいと思いますので、またお越しいただきたいと思います。本日のゲストの皆様ありがとうございました。ということで本日のゲスト試合は以上でございます。どうもありがとうございました。